Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。4月13日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日名古屋はね、あまりいい天気ではなかったですね。朝から雨で、今現時点でも、ね、ちょっと雨降ってるんですけども、当時ね、今日はもう朝から全身ずぶ濡れっていう感じでですね、新しいコスチュームがね、どなたかね貸していただきたいって、そんな気持ちになっております。マスクマンでございます。はい、本当に今日雨降りまして、朝も雨降って、お昼上がって夕方は傘いらないかなって思ったんですけど、やっぱり土砂降りでした。だよね、私も濡れちゃったよ。味噌煮込みスキーと、まあ今お話あったように、今日名古屋土砂降り雨だったんですよね、うん、で自分もですね、靴の中に水が入って、もう深いなダンサーズだった。水入るとクチュクチュ言わない？あ、もうそんな感じでした。言いますよね。あれ、靴穴開いてない？大丈夫かな。はい、はい、そんなことで今週のテーマは、得意なことと苦手なこと。今週のテーマは得意なこと苦手なことです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya、 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはウエストマリンさんの新庄周作さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄のレニーモ丸焼き誠餅店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。泉佐野の特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。得意なのは旅行に行くことですかね。休みになると日帰り旅行などよくします。吉野山の桜は綺麗でした。有名ですもんね、うん、苦手なことは炊事、洗濯、部屋の掃除が苦手。一人暮らしをしているのでやらないとダメですよね。じゃあまたやーっていうことでございます。でもね、なかなかね、男性一人でね、やりづらいこと多いですもんね。慣れればね、得意になるのかわからないですけど、うん、自もですね、もし一人だったらね、全部ダメですね。やっぱり今のね、環境はね、羊がちゃんといますのでね。あ、そうか、羊がいろいろやってくれます、うんね、うん、ちゃんとパンツも洗ってくれます、うん、よかったね。そうなんだよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では読みますね。はい。こんばんみ。こんばんみ。ラジオネーム、マロニゲーです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、得意といえば、マロニゲーはベッドメイクです。本業がホテルの客室清掃なので、ベッドメイクは得意かな。
あと水回りの拭きも自分なりに得意としているけど、やっぱベッドメイクは得意かな。皆さん、マロニギがベッドメイクしたベッドに寝てくだされ、気持ちよく寝れるはずですね。やっぱりあのプロの方がね、きちっとあるので、なんていうんですかね、心地よいですからね。ね、でも本当にすごい綺麗にね、どうやってやるんでしょうね。やっぱりいろいろあるんですよね、コツがきっと。そうですね。もう、うん、シーツを変えるのが本当苦手で。だけどね、オリが多分そういう場面にね、遭遇してね、うん、まあ、どなたかお使いになったところをね、ベッドメイキング しに行こうと思ってもね、妄想しちゃうからダメなんだよね。あれ、なんで、あれ、前あったじゃない。あなたが帰った後に、ああ、この人寝てたよ。ああ、素晴らしい。じゃあ、今、語弊があるね、今の言い方ね。あ、そっか。あれだったんだよね。マスクマンが帰った後に、私が、入れ替わりで。うん、奥さん沖縄入りしたっていう時、ね。そう、まだね、ぬくもりが、ね、あったと思うんだけど。もう、やだ、思い出したくない。やだって言わない。はい。では、続いていきますね。はい。はい。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。今週のテーマ、私の得意なことは洗濯物干し。ほう、うん。苦手なことは整理整頓です、うん。我が家の洗濯物干し担当は私です。家族の中で一番効率よく乾くことを意識して干しています。なんかすごいですね。乾くことを意識して干すって、なんか、こう、湿度とか、なんか、こう、ね、タイミングとかあるんでしょうかね。かける場所とかね。そして、整理整頓はきちんとやらなきゃと、頭の中では分かっているんですが、散らかしてしまいます。いざ、整理整頓すると、時間がとてもかかってしまいます。それにしても、我が家の中は、煩雑状態。この週末こそは時間を作って片付けしなきゃと思ってます。では番組最後まで聞いてます。ということは干した後は、うんうん、畳むのはどなたがやってるんですかね。あ、そうか。ね、洗濯物干しですもんね。干すのはもうプロフェッショナル。うん、畳むのがちょっと苦手ってことかな。でも整理整頓が苦手だからきっと、うん、その取り込んだ洗濯物を畳んで整理整頓してしまうのは苦手ってことですよね。うん、まあ、ね、干すところまでなんですね。干すところまで、ね。いや、でも、ちょっと同感ですね。私も、整理整頓苦手なんで、どっちかというと、干すまでが楽しい人ですね。でもね、整理整頓は人によっても、こう、レベルが違うじゃないですか。こう、自分にとってはね、整理整頓なんだけど、ね、こう、細かい、ね、人は、いや、そこはもうちょっとっていうね。その、満足度っていうかね、うん、納得する度合いが違いますよね、よね人によってね、うん。こんなに綺麗にしたのにと思ってても、うん、ね、やっぱり見る方によっては何この汚い王子ちゃんと片付けなさいよってなるっていうのがありますから ね、うん、ね、なかなかね、これはね、こうレベルの違いってことかな、うん、ね、はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。子供の頃から日本地図や時刻表を見たりするのが好きで、地名を覚えたりするのが得意だったな。そして苦手なことは後片付けですね。あら、お、あら、多いですね。後片付け多いですね。ね、後片付け、片付けたい気持ちはたっぷりとあるのですが、うん、いざ片付け始めると全然進まないんです。皆さん、すごいわかります。片付け得意ですか？今日も放送楽しみにしています。ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とっても共感できるところがあります。ねえ、うん、だからやっぱりあれだと思いますよ。そのね、片付けたい気持ちっていうかね、やっぱり、ね、うん、少しずつは片付けてると思うんですけども、大掃除みたいにね、そこまでのそういうお片付けじゃないってことじゃないですかね。でもちょっとなんか分かるのは、この実はスタジオの中の映ってない部分とっても散らかってるんですよね。ああ、共感できます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではもう一ついいですか。はい、はい、こんばんは、読谷のマンタキーラジオのみなこです。ありがとうございます。ありがとうございます。たけぽんは仕事中で聞けないと思うので、私が代わりに聞きます。代わりに来てください。ありがとうございます。味噌煮込みがあるさ。なんであれ美味しいのかな？滑り王子ならどんな味噌煮込み作るの？
私は滑り王子に勝てない NHK 並みの教養番組だから聞くだけにしようね。最後まで頑張れということで。あら、素晴らしいですね。こっちもその教養番組のつもりで、ね、あの頭はあるんですけども、うんうん、ちょっとまたあの違う路線に行ってますからね。あのまたで王子が喋ると全然違うって言われてますね。もう聞くだけにしようねって言われて、でもねメールくださいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな味噌煮込み作るのって。いやあのねちょっと最初ねあの、うん、その文面で、ね、あの読まさせていただいたんですけども、うん、あの最初ねどんな味噌煮込み好き作るのって俺なんか勘違いしてしまいましてね。そんな危ないこと聞いちゃいけませんと思ったんだけど。おだまり。今さベル鳴らそうと思ったらベルないの、うん、なんで。あれ王子ちょっとベルどこやったの。うん、はい。え？もうベルはいらないですよ。もう本当にねベル取り上げられちゃったよ。ということで。はい。ということで。はい。はい。はい、CM の後はゲストコーナーです。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、ウエストマリンの、新庄周作さんになります。こんばんは。あ、どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。改めまして、新庄さん、自己紹介と、はい、あと、ウエストマリンさんの、業務などですね、ちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。改めまして私、本日沖縄の方から、有限会社ウエストマリンの新庄と申します。私どもですね、会社の方は、沖縄県那覇市の方で420名乗りのディナークルーズ船と200名乗りの水中観光船の運航で、お仕事させていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私、11月に、ご利用させていただきまして、ちょうどですね、はい、この同じ FM 宜野湾で、毎週木曜日夜9時から放送中の、ひふみずばの、こちらで、プレゼントの方を応募しまして、ありがとうございます。その説はありがとうございます。
いえ、こちらこそです。はい、本当にありがとうございました、はい、先日は。で、その、当たったっていうこともありまして、で沖縄にお邪魔しまして、はい、それで、利用させていただいたんですけども、いや、本当、すごく、快適で、かつ、すごくですね、やっぱり、外の眺めも、さすが、洋上から見るのはすごく綺麗だったんですけども、やはり、やはり、いつも空いた感じのコースを通られてるっていう感じなんですか？あ、はい、そうですね。やはり、お船が揺れてしまうと、お客様ちょっと船酔いのご心配もありますものですから、はい。うん、その日ですね、一番最適な揺れが少ないコースを、はい、航行させていただいております。ああ、そうなんですね。やはり僕も実を言いますと、船酔いがですね、すごい、出るタイプでして、まあ、全くそういった船酔いなどなかったものですから、すごく快適に過ごせて、すごく楽しかったです。あ、どうもありがとうございます。はい。で、実はその時にですね、一緒にいたものが今、これ、隣にいますので、変わります。そうですか。はい。はい。こんばんは、味噌煮込みスキーです。あ、どうも、先日ありがとうございました。先日ありがとうございました。ね、いただいたプレゼント券をですね、せっかくですので、ちょうど、その時はね、イベントがございまして、ちょうど、懐かしのね、フォークソングの、演奏があるそのイベントのところに参加させていただきまして、本当に楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。いえ、こちらこそです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こういったいろいろなイベントもなんかたくさんあるっていうのをお聞きしたんですけれども、またちょっとね、今ちょっとまた厳しい状況になりまして、今ちょっと夜の部はどんなような感じになってるんでしょうか？あ、はい、もう今コロナ禍の状況でですね、はい、もうほとんど、去年の4月から、まあ、ほぼ丸1年、はい、基本的なクルーズは運休となってまして、地元の皆様方向けに、はい、イベントをさせていただいているクルーズが、うん、まあ、ちょこちょこあるかなっていう感じですね。あ、そうなんですね。はい、サンセットクルーズなんに、は、運航してるっていうのをお聞きしたんですけれども、一応ですね、はい、もう限定的、段階的になんですけども、3月から週末、金、土、日曜日の、20名様以上、お客様がお集まりになったら、運行という、まあ、ちょっとなかなか入り組んだ条件が出てましてですね。そうですね。はい。うん、厳しいですけれども。でも実際にですね、フォークソングクルーズに参加させていただきましたときは、とてもですね、やっぱり、船っていうとどうしても、こう、いろいろ心配なことがあるんですけれども、でも全然、窓もね、開いてて開放的で、で、またね、上のデッキの方から見るその夜景も素晴らしくて、もう本当にそういう、なんていう、換気、とかそういったもう対策もしっかり取られてるっていう印象がありましたので、私としては安心して乗れるかなっていう感じはしましたけれども。あ、どうもありがとうございます。で、また何かイベントございますでしょうか、近くに。あ、そうですね、はい、今、まあ、沖縄の方も、はい、コロナまん延防止対策ということで、はい、まあ、ちょっと地域的にも入っちゃって、今のところですね、正直なところ、はい、来月の母の日ぐらいかなっていう感じですね、はい、今は。あ、そうですか。またちょっとね、いろいろ状況を見ながらっていう、厳しいところではありますけれどもね、はい、そうですね、またそのイベントの情報ですとか、そういったのは、ホームページか何かで調べればわかりますでしょうか？あ、はい、私ども、有限会社、はい、カタカナで、ウエストマリンで検索していただきますと、はい、最新情報がですね、ホームページに掲載させていただいておりますので、はい。じゃあ、ウエストマリンで検索していただければ、その最新の情報がわかるということで、まあ、はい、このような状況ですのでね、いろいろ状況も変わってきますし、またいい方向に向けば、はい、たくさんイベントもね、開催されるのかななんて思いますし、ホームページもちょっと、はい、拝見させていただいたら、本当にね、夕方も夜景も素敵な雰囲気ですので、ね、ぜひぜひそういうのを楽しめるね、時が来ればなと思っております。今ですね、ツイキャスの方では、はい、ウエストマリンさんのホームページ、トップページの方今、映しているんですけども、
あ、ツイキャスでご覧の方は、ちょうどホームページが、はい、写真が見られる状態になっているんですね。うんうん、そうですね。はい。はい。ちょっとツイキャスでご覧の方は、ちょっとその雰囲気も味わっていただければと思います。すごい素敵ですよね。はい。で、この、まあ。ありがとうございます。はい。今ちょうどですね、ページの方もサンセットディナークルーズのところを今、映しております。ちょうど本当に私も11月にお邪魔した時は本当にこんな感じでしたので、はい。ああ、こういう風だったな、よかったな、というところだったんですけども。で、まあ、実はですね、今、スタジオの方にもう一人ですね、ちょっとこの人どうかなという人が今いますので。いやいや、はい。こんばんは、はい、滑り王子マスクマンと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ホームページでお悩み見せていただいたんですけども、この水中観光、ね、があると思いますけども、はい、これはもうお子さんなんかがね、喜ぶようなね、観光になってるんじゃないかなと思うんですけども、はい。私もね、だいぶいい年ではございますがね、子供心を持っていますので、ね、こういうのがね、はい、一度参加してみたいなっていう、気持ちがございます。ああ、もうぜひぜひ、沖縄お越しの際は、はい、ちょっと遊びに来ていただければ大変嬉しく思います。はい、ありがとうございます。あとはですね、本心を言うとですね、このナイトクルージングで、この沖縄在住のね、熟女のお姉様方を、ね、集めてね、どんちゃん騒ぎのパーティーやりたいなって、サタデーナイトフィーバーがしたいなっていう気持ちでございますね。ぜひ、楽しみにお待ちしております。あとで、ね、一つね、お聞きしたいことがございますけども、服装がですね、はい、フォーマルウェア、ないしカジュアルでも OK だよということでございますが、はい、私、いつ海に突き落とされるかわからないものですから、海パン一丁っていう場合もありますけども、はい、それでも大丈夫でしょうか。お断りさせていただきます。やっぱり、そうでございますか。はい、とてもね、雰囲気のとてもいいクルーズなので、はい、やはり皆さんね、特別な日にね、結構乗船される方が多くて、はい、ね、はい、結構記念日だったりとかね、誕生日のお祝いですとか、そういった感じでね、私も行った時は何組かそういった方がいらっしゃいましたので、はい、ダメよ、水着は。そしたら、ガチガチの清掃して、ね、お邪魔しますので、よろしくお願いいたします。はい。その時はお待ちしてます。もうこんな感じでね、私がねトークを始めるとね、ちょっとこういう、はい、砕けたお話になっちゃいますので、申し訳ございませんでした。はい、あと新庄さん、今日は番組にプレゼントがあるということで。あ、はい、すいません、ささやかながらですが、まあ、はい、沖縄の方にもし遊びに来ていただけるとか、はい、まあまあ、ちょっとでも、喜んでいただければなと思いまして、私どものディナークルーズのペアチケットの方を一組様と、はい。あと水中観光船の、オルカ号っていうお船の、はい、乗船券を一組ペア様、合計二組様にですね、はい。ご提供させていただければと思っておりますので。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。番組始まって以来の豪華プレゼントじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。今、自由に使ってください。はい、ありがとうございます。今、新庄さんの方から、ディナークルーズチケット、ペア一組、はい。さんと、はい、様と、あと、水中観光ですね。はい。こちらの、はい、ペアチケット一組、合計二組様の、ペアですよ、ペア。ペアですよ、ペア。はい、はい。プレゼントの方いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そこでちょっと新庄さんにちょっと お願いなんですけども、はい。ですね、このリスナーさんにですね、まあ、応募していただくんですが、はい、キーワードをですね、はい、ちょっと決めたいなと思うんですけど、何かいいキーワードございますか？キーワードですか？もうパッと思い浮かんだのが、名古屋さんの方で今、ラジオされてるということでしたので、まあ、沖縄の挨拶で、メンソーレでお願いします。メンソーレ。はい。では、はい、キーワードはメンソーレで。はい。キーワードはメンソーレで。はい、お願いします、はい。お願いいたします。はい。ということで、一応、この、プレゼントですけども、はい、今から、はい、メールで受付させていただきます。じゃあ、メールアドレスを。はい。あ、いいですか、メールアドレス。はい。kiyu@kiyu.nagoya。もう一度言いますね。kiyu@kiyu.nagoya。kiyu@kiyu.nagoya です。はい、こちらの方に応募いただければ、件名をプレゼント、
県名は大丈夫ですね。県名は大丈夫ですね。はい、じゃあキーワードを必ず忘れずに、ーーあと、はい、ーーでね、そう、はい、応募する、あと郵送ですので、はい、住所氏名、そうですね、の方をご記入いただければ、はい、本名もお願いいたします。本名もラジオネームでは取っておきます、はい。本名でお願いいたします。明日の正午まで、明日の午後12時正午までの受付となります。はい。はい、いやー、ほんと、新庄さん、本当に、素敵なプレゼントありがとうございます。いえいえ、有効期限もたっぷり1年ございますので。1年ああ、もう、また。まあ、その頃にはコロナ禍も落ち着いてるとも願っておりますので。うんうん、そうですね。はい。はい。ぜひ、皆様、この、ディナークルーズ、みんな特別な日に、うん、ぜひ、ご利用いただきたいなと思います。ね、本当に夜景綺麗ですもんね。はい。すいません、お時間となりました。新庄さん、どうもありがとうございました。本日、こちらこそです。はい、本日は、ウエストマリンの、新庄さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。キユナ名古屋。もうエンディングですね。あら、まあそうなんですね。あのね、うん、早かったね。早かったね。いつですね。はい。進撃のめいちゃん。はい。今日は私の誕生日まであと2時間で終わる。あ、今日誕生日なんですよ、めいちゃん。あら、まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。コングラチュレーション。あれ？リバーブないね。あ、入れる。いや、いきなりだもん。もうね、何か合図してよ。ダンサーズはね、意思の疎通ができてるのかなと思ったの。今なんか意思をブロックしてたよ。やっぱり。はい。ということで、すいませんが、お時間となりましたね。エンディングお願いします。はい、来週のテーマは行ってみたい場所。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、まこと餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリスト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。今日もね、ツイキャスもたくさん来てたんですけれども、ちょっとご紹介できなくて申し訳ないです。メールも来週また紹介させていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ただまだ少しありますよ。はい、じゃあツイキャスの名前だけでもじゃあ紹介させていただきます。はい、小勝からもちさん、長谷川さん、泉さんの特急サザンさん、あとは高木陽平さん、ヒカルさん、バーモントさんですね。はい。はい、ありがとうございました。カープボーイさんもですね。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ガラガラ。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。番組始まって以来の豪華プレゼントでしたね。そうですね。はい。ね、ぜひ応募いただけたらと思います。はい。ああ、誰に当たるのかな。そうだね、来週発表します。うん、うん、来週じゃあ発表ですね。はい。はい、じゃあ、どしどし応募ください。明日の正午まで。そうです。明日の正午までですね。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた来週。またね。来週も聞いてね。はい。